こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。佐世保競輪場で開催されていま、きました。佐世保記念競輪、えー。いよいよ最終日、12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はいえー、決勝戦、ご覧のメンバーですね。SQS 班、村上義博が決勝に乗っております。えー、また、地元勢から一番車、 えー、井上、えー、こちらが、えー、乗ることができました。えー、大田龍馬なども決勝に乗ってますね。果たしてどういう戦いになるんでしょうか。えー、そんな中ですね。えー、吉田拓也が井上の前を回るということで、 これはあの、地元のために引っ張るという流れは十分予想されます。またですね、えー、近畿の3人も結束し、野原を先頭に結束するんで、主導権争いが激しくなるんじゃないかな、どちらも引けないんじゃないかなと思って、 えー、まくりごろに絶好な展開になると思いまして、えー、大田本命と見ました。えー、穴は山中だと思います。ではもう少し詳しく見ていきましょう。12S 決勝戦。ご覧の、先ほども言いました通り、ご覧の9人ですね。はい。えっ、ー、と、こちらバック回数は、 4番者、野原正也。5番者、吉田拓也。7番者、大田龍馬。というのが2桁、えー。12回、12回、11回となっております。それからですね、9番者、古書雄作も6回。えー、井上正樹が3回となってますね。山中が2回です。えー、ホーム回数を見ると、 大田龍馬が11回でトップ、吉田拓也、野原正也と続いてますね。スタート回数は8番車山中がトップの4回、小倉雄二が3回となっております。前を取るのは、小倉がスタートを決めて、大田を前に入れると思いますので、大田、小倉の指定コンビですね。こちらが前へ行くと思います。 それからですね、どちらかというと、近畿は後ろ攻めに行きたいんで、吉田拓也の方が前、前を回るんじゃないかなと思います。吉田拓也が嘘中断で、山中はどこにいるかちょっとわからないんですけど、えー、後ろ回りが近畿の3人になると思います。なので、えー なわ、まあ、び予想、四分線で書いてるところとほぼ同じ、あの、よ、展開だと思います。三連単の支持率は、えー、古書優作がほ、本命なんですね。えー、野原正也に乗って番手から抜け出すということかなと思います。一方、えー、井上正樹、地元も、えー、来てますね。これはもう吉田拓也、 が、えー、先手取って、えー、地元、地元で抜け出すという流れがあるという見方じゃないでしょうか。以下、村上義弘、太田龍馬、吉田拓也と続いてますね。えっ、ー、と、これを二社単のオッズで見ていきましょう。えー、一番人気は、えー、一号。 大田吉田、え、吉田が、先手取って、大田が、刺して、吉田が残る一号が11.0倍ですね。裏の5一、あ、こちら方が人気ですか。10.1倍。吉田がまくりで、え、井上が刺せずっていう展開かな、と思います。それからですね、9番3番、え、野原が逃げて、故障を村上が抜け出す。 流れが12.4倍ですね、えー、村上優さっ3級だと30.3倍です1番の井上からだと9番の古書が16.3倍、えー、裏の古書井上が17.7倍となってますね、えー、10倍台は以上で、えー 7番2番2、えー、これが瀬戸,瀬戸内というか徳島指定コンビ大田小倉が22.6倍、えー、2番7番の小倉大田裏,裏が49.7倍ですね。他野原からも野原も調子がいいのでそれなりに売れてますよね。 えー、山中だと山中井上の81が25.9倍ですか。18裏だと30.3倍。あと、あの、井上小川の突き抜けも16が21倍ですね。まあ、大体、地元井上か、もし、それか、あの、近畿の古庄なのかっていう、 とところに分かれているといるうのが見えますそれに続いて、えー、太田オタオグラというところが、まあ見えてくるんじゃないかなとは、オッズを見たら思いますね。まあ、どちらにするか、二方面作戦というところではないでしょうか。えー、では、このメンバー、最近況の成績です。近況。 および、今回の成績ですね。見ると、吉田拓也が、やっぱり、小倉敬理祭。決勝乗ってますよね。いい流れだと思います。で、えー、今期で言うと、 うん、やっぱり、井上正樹やっぱり、気合い入ってますよね。1着、3着、1着。準決勝1着で勝ち上がってきました。小川祐介もいいですね。一次予選からスタートですが、2着、2着、1着ですか ?1 着取ってるっていうのが結構、あの、足の良さを表してるんじゃないかなと思います。井上が早く脱げ出した時には、小川の差しがあるのかなまあ、 ないかな、という感じです。古書は、あの、2着、6着、2着。1着は取れてませんが、連日バック取ってますよね。これは、野原も同様で、2着、3着、2着ですが、バックを2日間取ってます。また、地元の福井、優勝はできなかったんですが、1着、1着の2着となってますね。そう、先ほど小川祐介も、富山では、 調子がよく3着3着で、決勝戦2着の準優勝な、準、準優勝なんですよね。最近の小川祐介の足は、侮れないんじゃないかなと思っております。あと、山中、八番車の山中ですが、小倉県人祭こそ、村があったものの、今場所は1着1着3着と、 まあ一時予選果はスタートになるんですが、一着取れてて悪くないんじゃないかなとは思います。一方、やっぱり気になるのは大田涼馬ですよね。小倉敬人祭もなんかピリッとしなかった。仕掛けるあのタイミングもなんか後手に回ってしまって、 今場所も連に絡めてないっていうのは、正直小倉敬理祭で思ったのは、太田、うん、単純に、あの、出しぶりが悪いっていうだけじゃなくって、足がちょっと落ちてきてるんじゃないかなっていうのは感じたんですよね。 なので、問題は結構根深いんじゃないかなとは思いました。今場所も、まあ、それが抜けきれなくて、ようやく決勝入りっていうのはやっぱり不安材料だと思います。小倉は、これ一条戦からスタートなんですかこれはちょっと意外だったんですが、まあ、一条戦からスタートの一着、それから、 まあ、堅実に勝ち上がってるって印象ですよね。村上はどうか村上はなんか、安定はしてるんだけど、突き抜けるものがないって感じたんですけど、まあ、準決勝は一着ということで、まあ、まずまず、なのではないでしょうか。うん、井上正樹の気合がやっぱり、感じられるのと、小川祐介の近況の好調ぶり、 は無視できないなあっていうのはありますよね。それから吉田拓也も力つけ、つけたなあっていう、積極性が増して力つけたなあっていう印象はあります。では、それをもとに、じゃあ本命は、えっ、ー、と、展開を考えてみると、まず、やっぱり近畿の3人は、3人で結束して、野原はちゃんと 古書、村上がついてるんだから、やり責任重大っていうところでやり先、近畿の選手は先手取りに行くと思うんですよね。で、一方の吉田。確かに、あの、得点は一番今持ってます。114.70。そんなに、あの、すごいわけじゃないんですけど、この中では一番点数を持ってるし、 ケイリーさんも決勝に乗りました。まあ、ぜ、取りたいって気持ちはあるけど、じゃあ、あの、このメンバーの中で一番かって言ったら、そうではないとは思うんですよね。また、野原を逃がしてれば、あの、故障の番手まくりもあるんで、面倒だ。また、あの、地元の井上がついてくれたんだから、 という義理もやっぱり吉田感じるんじゃないかなと思うんで、近畿勢に思うようなレースをさせないっていうのを、まず吉田は考えてるんじゃないかなと思うんです。なので、まあ、あの、近畿勢が前へ出たとこを叩いていくレースに、 なるんじゃないかなと思うんです。そうすると、いやおなく、先手争いになると私は見ます。で、うちに近畿勢外に吉田拓也、それから地元、という並びで結構足を使い合ってしまうんじゃないかなと思うんで、これが吉田4番手でまくっていっても故障が出、 故障に出られちゃうんで、ちょっと厳しいですよね。吉田のやっぱり足だったら乗り越えてしまうというところまではいかないと思うんです。村上もなんか仕事すると思うんで、えー、っと、やっぱり吉田の気持ちとしては野原正也っていうか近畿勢を出したらまずいっていうあの気持ちと、やっぱり 地元税がついてくれたっていう気持ちがあるんで、ええー、まあ、それがなければ、あの、まくりで、あの、自分が優勝を狙うんですけど、今回は、まあ、地元税を引き出しても仕方ないやっていう走り方になるんじゃないかなと思うんで、もちろん近畿も、あの、それで引けないですから、この両者潰し合う運命なんじゃないかなと思いまして、 マクル選手を有利に上げました。で、えー、っと、叩き合いになる中を、多分、あのー、大田より山中の方が前にいると思うんですね。で、山中がマクって、それを、それに大田小倉が乗るような流れで、えー、っと、マクリ上げてくると思うんですね。で、外回っているのがおそらく、 吉田拓也、からのラインなんで、井上もやっぱり地元優勝を狙いたいってことで、潰し合いになって吉田が足をつくっ取ったところで、あの番手から井上出るような走りもすると思うんですよ。古書はで、インに詰まっちゃうんじゃないかなという気がするんで。でえー 井上の近況の成績。まあ、こんなしはすごいいいですよね。なので、まあ、ただ、やっぱり前が足使ってしまうんで、山中が来、山中に来られて、山中もスピードはなかなかありますからね。山中に来られて、それを太田がさらに外回して、 えっと、突き抜けるんじゃないかなと思います。なので、こちらですね。えー、っと、まあ、小倉とのワンツーはもちろんのことを、地元、地元ですから、井上がみ意地見せたり、大田をどかしたりす、大田じゃない、えー、小倉をどかしたりする場合の、7-1。それからですね、えー、山中、大田、 小倉で抜け出した場合、意外と山中刺すのに、戸惑う、太田も戸惑うと思うんですよね。やっぱり足もそれほど良くないと思うんで、今の太田は。刺せないところまで予想して、87っていうのもあると思うんです。逆に、あの、井上がこう仕掛けてきて、 山中が合わさって、大田が外を回すんだけど、伸びずに、不発とかいう流れもあるんで、1881なんかもあるかもしれないですね。ただ、やっぱり、えー、狙うとしたら今回、ちょっと足に不安はあるけど、やっぱり、大田に展開は向くんじゃないかなと思って、えー、大田を本命にしました。 7番車、大高ら2番、1番、8番。一応、1、8、8、1も押さえてみる。見てもいいとは思います。まあ、やっぱり、佐世保って前が残る、あの、先行有利の競輪場なんですが、まあ、それを意識した走りに、近畿勢も、吉田拓也も、 なってしまって、結局足を使ってしまうんじゃないかな、という、いうところで、えー、まくりごろになると思、思って、この予想にいたしました。はい、以上、佐世保記念競輪。決勝戦の予想をお送りいたしました。いかがだったでしょうかもし、あの、この動画を気に入りましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。 ブログ、ツイッターやっててておりまます。す。説明欄にアドレス記載しい見てくださいこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さあ、えー、年末佐世保記念。果たしてどのような結果になるんでしょうか地元の井上正樹の結果はいかに楽しみにしたいと思います。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。